伊勢商工会議所ビル伊勢商工会議所は、主に三重県伊勢市内に事業所を置く企業、団体で運営されている商工会議所。伊勢市内を対象とする経済団体である。会員数は約2500人で、伊勢市周辺の政財界に強い影響力を有している。所在地は三重県伊勢市岩淵1丁目7番17号。2006年より年1回、検定を伊勢山というご当地検定を実施している。また2009年には地域資源全国展開プロジェクトを活用し、伊勢神宮、豊家近江和宮にちなんだ丼物、5000丼を開発した。1868年、山田三方、宇治会合が廃止され、これに代わる山田商法会所が川崎会所跡に設けられる。1890年に、商業会議所条例が公布、三重県内では1893年に、津、四日市、桑名で商業会議所が設立されたが、条例の対象が県庁所在地や重要商工業都市の商工業者に限られていたため、宇治山田のような中小市街地の商工業者が設立していた組織からの改組が困難であった。1911年の宇治山田実業会の発足、1920年の宇治山田商工会の発足を経て、商業会議所を設立する機運が高まり、1927年に商工会議所法公布に伴い商工会議所設立運動に移行、1928年に宇治山田商工会議所が発足する。第二次世界大戦中の経済統制強化に伴い1943年に解散するが、戦後間もなく1946年に再発足する。1955年、伊勢商工会議所に改称した当時の対象地域は伊勢市、鳥羽市、渡来郡全域、志摩郡全域であったが、1960年の商工会法の施行に伴い、鳥羽商工会議所や二見町、御園村を除く各町村に商工会が設立し、対象地域が伊勢市、二見町、御園村となる。ただし、現在でも鳥羽市を除く各町の会員が存在する。ありがとうございます。